6レース1着になりました山口の清水選手です。1着おめでとうございます。まあ、今日は前中段からになりましたけども、作戦などはどうだったでしょうか。しっかり逃げるところに行って、はい、って感じでしたね。で、林選手が切りに行こうとするところを先に切りましたけども、あの辺の判断というのは、まあ、林くんと南くんが行った後に叩くのはちょっときついかなと思ったんで、先に切ってから変えました。で、一応それを切って様子見という形。そうですね、はい。まあ、バック過ぎまで、まあ、ちょっと様子見る形になりましたけども、あの辺は前が並走になってましたけども、はい、あの辺はどういう風に出られたんですか。いや、もっと早くスパーンと行きたかったんですけど、ちょっとふわふわしてあんま出なかったですね、はい。まあ、ちょっと500だから少し見てしまったっていうか、いや、自分自身の状態的にちょっとこうあそこでなんかキレが出るような感じじゃなかったですかね、はい。やっぱりその辺は中3日っていうのもちょっと合ってるようしますかね。で、芝初日結構力入らないこと多いんで、うん、まあ明日は良くなってくれたらと思うんですけど、ね。時間帯っていうのはどうですか。少しいつもより早めの時間帯だと思いますけども、まあ、6レースくらいだったら、まあ、そんなに気にはならない、はい、できたら、はい。まあ、とかラインで3人で決まってご自身も1着ということで、そう、結果的にそれが一番良かったですね。わかりました。では、二条戦へその後に向けて最後に意気込みをお願いします。3日間と精一杯頑張ります。お願いします。